パラオはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の18番艦。艦名はパラオにちなんで命名された。パラオは1945年2月19日にワシントン州タコマのトッド造船所で寄港した。1945年8月6日に JP ホイットニー夫人によって浸水し、1946年1月15日に W.E. クリーブズ艦長の指揮下収益した。収益と同時に戦後の福音活動が始まり、パラオはカリフォルニア州沖合で成長後にパナマ運河を通過し、成長後の信頼性試験をボストンで行った後、5月11日にノーホークへ移動すると1947年5月まで同地に停泊した。5月22日にキューバ南部へ向けて、 回復訓練のため出港し、その後ノーフォーク北部とニューヨークに移動した後、続いてレシフェへ向かい、その後西アフリカに向かう。パラオは8月16日に西海岸へ帰還し、再びボストンで信頼性試験を受けた後、ノーフォークに1947年12月から1948年3月まで停泊する。1948年の春に東海岸沖で、 作戦活動20時し6月3日に、トルコへの援助計画に基づいて、地中海に向けて航空機運搬のため出港し、イエシル距離に到着する。8月7日に、ノーフォークに帰還すると1952年4月まで、西インド諸島で活動する。その後ノーフォークを離れ地中海で、第6艦隊と共に、作戦活動を6月後半まで行い、続いて、東海岸で、 第2艦隊での任務を再開した。パラオは1953年前半に不活性化が決まり、最後の航空機輸送任務を横須賀に向けて8月8日から10月22日まで行った。帰国するとフィラデルフィア海軍交渉入りし、1954年6月15日に退役する。パラオは大西洋予備役艦隊入りし、フィラデルフィアに保管される。 1960年4月1日に除籍され、7月13日にニューヨークのジャック・ピエロ・ジュニアサンズ社に売却された。ありがとうございます。